埼玉の笠松選手です。さあ、ここ復帰3場所目となりますが、あの何が起こったんでしょうかね？そうですね。練習中に落車をしちゃいまして。はい、そうですね。怪我をしちゃいました。はい、さあ、それでしばらくお休みしていたということなんですが、復帰3場所目、ここ2場所はいかがでしたか？まあそうです。足自体はまあ問題はないと思うんですけど、はい、そうですねレ。レース展開次第ですね。 といってもこの2場所でバック回数6回とやはり積極的なレースを見せていますね。そうです。怪我する前も積極的なレースするよう,こう心がけてたんで、はい、そうですね。復帰してもしようと思ってます、はい。それこれ数字的に見るとお休みしてたのでバック回数6回となっていますが基本的にはどれぐらいありますか？まあだいたい20本ぐらいはあると思うんですけど。うん さあそうなると明日のメンバーも出そろいましたがその中で積極的に行くような形になりますかねまあそうですね、積極的に風を切りたいなと思ってますまた埼玉ということで地元ですがこの500番区ていうのはいかがででしょうそうそすね、まあ、この久留米行く前も前回、久留米行く前も大宮で練習してたんで、まあ、その時も感じは悪くなかったんでいいと思います。うん さあそれでは最後にカメラへ向けて意気込みを一言お願いします。先行で一着取れるように頑張りますので応援よろしくお願いします。